マルティニーク島の海戦はアメリカ独立戦争の一環として1780年4月17日西インド諸島のマルティニーク島付近の海上でイギリス海軍とフランス海軍の間で行われた海戦イギリス海軍がフランス海軍を追撃したがイギリスのロドニー帝督の命令の不徹底が原因で取り逃がす結果となった1780年1月 フランスの提督、ド・グッシェン伯爵は強力な艦隊と共に、西インド諸島に派遣され、イギリスの提督ジョージ・ロドニーと対峙した。同年4月13日、ド・グッシェンは全艦隊に、ジャマイカ侵攻のための地上部隊3000名を乗せて、出撃した。知らせを受けた、ロドニーもこれを補足すべく出撃した。両艦隊は4月16日午後4時に、 マルティニーク島の風下川で遭遇したが、日没が迫ったためそのまま前進を続けた。翌17日朝の段階では、ロドニー艦隊がドグシェン艦隊の風上12から13マイルの位置にあり、フランス艦隊をやや後方から追いかける位置にあった。また、フランス艦隊の戦列が全長11マイルに及んでいたのに対し、イギリス艦隊はほぼ同数ながら、 約5マイルという緊密な戦列を成していた。ロドニーはまず艦隊に敵戦列の交尾を攻撃すると信号し、次に11時50分、各艦はそれぞれ対応する相手に向かえと信号した。ロドニーの心積もりでは第1の信号で目標を明確にしておき、第2の信号により戦列の各艦が真横の敵艦に一斉に攻撃を仕掛けるはずだった。しかし、 戦闘のスターリングカースルの艦長ロバート・カーケットは、信号の対応する相手とある部分にこだわり、はるか前方にいるフランスの戦闘艦に向かって進んだ。そして後続する前衛戦隊もそれに習った。また他にも同様の行動を取る艦があり、ロドニーの戦力集中の意図は実現されなかった。フランス側では、ドグシシェン配下の戦隊指揮官が整然と規則正しく、 危機に対処したこと、特に第三席の指揮官である、とグラス白爵が素早く、戦列を詰めたことにより、なんとか危機から脱出した。その代わり分エ公爵の意図したジャマイカ攻略は、諦めざるを得なかった。ありがとうございます。